はい、皆さん、南国神々の島からおはよう、こんにちは、こんばんは。ドイバリカチャーターのドイちゃんです。久しぶりです。今回はですね、皆さんに、お知らせしたいと思います。今回はですね、ドイバリカチャーターが新しくインスタ映えスパをオープンします。はい、ドイバリースパです。ですね、場所は、ジンバランのタマングリアの方にあります。まあ、空港も近い、ホテルからも近い、ビーチエリアからでも近いなので、今回はですね、新しいインスタ映えドイバリースパをオープンします。では中の方に見てみましょう。はい、ですね、場所はこんな感じでございます。前の方にはですね、一応ビラもあります。で、向こうの方には何もない場所なんですけども、だから静かなエリアなんですね。じゃあとりあえず中の方に見てみましょう。まあ、こちらが駐車場エリアなんですね。車はだいたい3、4、5台ぐらいは、まあ、止められるだと思います。ごめんね、ちょっとまだまだ散らかってるんですけども。はい、じゃあ、中は入りましょう。はい、こんな感じでございます。まあ、部屋はですね、こちらでルンブン、それかジネンっていうタイプなんですけども、はい、まず、ロビーの方に見てみましょう。はい、ロビーもですね、まだまだ散らかってるだと思いますが、まだオープンしてないんですよ。はい、こちらです。はい、まだこんな感じなんですけど、こちらがロビーでございます。で、中の方はスタッフルームですね。スタッフルームです。まあ、この壁もですね、一応、まあ、写真とか撮りたい方はですね、こちらの壁にも、写真スポットになっております。はい、ですね、部屋はですね、一応8部屋ぐらいあるんですよ。まあ、カラフルな、部屋を作って、まあ、こちらの前にも一応インスタ映え的な感じにもなると思います。はい、で、部屋の中にはちょっと見てみましょう。はい、こんな感じになってるんですが、まあ、ちゃんとエアコンとかもつけてるんですよ。まあ、こちらがですね、2人の部屋になるんですが、ベッドも2つあって、まあ、カップルの方とか、友達と一緒に、受け入れる部屋なんですよ。で、こちらがバスタッフ、結構大きいんですね。2人で入れるバスタッフなんですね。まあ、最近フラワーバスが人気なので、インスタ映え用の、フラワーバスで、こちらがですね、もともとオープンエアの、予定だったんですが、オープンエアの、シャワールームなんですけども、でもちょっと雨とかになると、それと昼間とかにやったら結構暑いだと思いますが、だからちょっとね、今屋根をつけて、まあ、なんだけど、まだまだオープンエアは感じするんですよ。まあ、こんな感じですね。はい、ちょっと別の部屋に
行ってみると、同じなんですけど、で、こちらの前の方にですね、座る場所があってテーブルもあって、長いコースを受け入れる方には一応ご飯がついてるんですよ。ご飯とジュースとかもついてるんですね。まあ、途中で、まあ、5時間コース、4時間コースぐらいからのメニューは、ご飯がついてるんですね。インドネシアフード。なので、なんていうか、お腹がついたら途中でご飯、休憩の時にご飯食べれるし、それと、エステの後に終わってからでも、ご飯食べれるんですね。こちらも同じく、こんな感じですね。バスタフがあって、でシャワーがあって、まあロッカーみたいな感じですね。まあ、そこに皆さんの貴重品と洋服とかを、入れる場所です。はい、はい、向こうの部屋にも、まあ、大体中身は同じ感じですが、ただ色だけはちょっと違うんですね。部屋の名前もですね、一応バリ島で有名なところをつけてるんですよ。まあ、こちらがレギアン、向こうら辺はクタ、ウブド、ウブド、クタ、レギアン。で、こちらが、スミニャクですね。で、向こうがデンパサル、ヌサドゥア、サヌル、ジンバラもあるんですね。で、こちらのピンクの部屋を入ってみます。はい、同じ感じですね。こちらも、2ベッドで、2人で入れる部屋ですね。バスタップも結構でっかいです。大きいやつですね。2人で入れるんですね。次はですね、こちら住み薬の部屋はですね、一応今うちの子供たちがシャワーしてる、バスタブに入ってるので、まあ、大体中身は同じ感じでございます。で、こちらがですね、ヌサドゥアルームですね。ヌサドゥアルームの方が同じ感じですね。ただこちらがちょっと狭い方っていう感じかな。バスタフがですね、ちょっと一人のためのバスタフなんですよ。ちょっとまあちっちゃめ的な感じですね。まあ一人旅の方にはこちらにも、OK です。一人旅っていうか一人でエステを受け入れる方には大丈夫ですね。まあこんな感じです。まだまだ散らかってるので、ごめんなさい。で、あとはですね、で、こちらが、デンパサルルームです。デンパサルルームも、はい、まだこんな感じですね。バスタフも一人のためのバスタフです。ちょっとちっちゃめです。で、あとはですね、一応、ですね、まあ、インスタ映え的なスパをコンセプトするなので、今度こちらの方ですね、木のところに写真スポット、鳥の巣みたいな感じを、つけたいんですね。こちらで、まあ、写真用ですね。で、あとはですね、こちらは、まあ、一応ブランコですね。ミニブランコっていうか、こちらにも、写真が撮れるスポットを作りたいと思います。で、トイレはですね、トイレは向こうの方になるんですよ。で、男女が分かれて、男性と女性が分かれるんですね。まあ、まだまだ、今、工事中っていう感じで、まだまだ散らかってるので、ごめんなさい。まあ、一応ですね、こちらには、セラピストがもういるんですね。
はいはい、ですね、こちらの部屋はですね、サヌールとジンバランとチャングの部屋なので、中の方にセラピストが今練習中なので後で、見ます。でまず、こちらはですね、クリンバスのルーム、チャングルームはですねクリンバスのルームなので、まあ、こちらでもあのフットマッサージが受けられる場所なんですね。こちらでフットマッサージをやりたい方はこちらでやります。で、クリンバス頭皮マッサージのルームなんですね。こちらです。こちらでシャンプーとか、まず最初にシャンプーやってる場所ですね。で、あとはシャンプーの後に向こうで、まあ、頭皮マッサージ、それとスチームとか、髪の毛をスチームする、髪の毛をサラサラになるための場所、ところです。一応こちらが、クリンバスのルームですね。クリンバスルームはですね、まあ、長いメニューだとクリンバスはだいたい最後になるので、で最後はですねこちらにやります。まあ、バリ人なので、必ずお寺も、つけないといけないって感じなんですね。でこちらがここのスパのお寺もつけるんですね。まあ、インスタ映えのコンセプトなので、まあ、緑の感じをたくさん入れた方が、良いと思って、でまず、ちょっとですね、練習してるセラピストたちちょっと見ましょう。お、はい、ですね、あんな感じですね。今は、もうスタッフはですね大体8人ぐらいいるんですね。で今ちょうどまだまだ、練習中です、まあ、一応こちらですね普通の部屋と違って、まあ、こちらもですねちょっとバスタッフがちっちゃめになるんですね。はい、ですね、うちのトレーナーです。ミヤです、よろしくお願いします。まあ、日本語も一応喋れるんですよ。もともと日本人がスパスクールを、バリ島でスパスクールやれてる人に、まあまあ、先生ですね。だから、日本人向けの、マッサージ、日本人向けのエステはもう、ベテランでございます。で今この子たちはですねまだまだっていうか、エステの、マッサージエステの、勉強をしてるんですね。はい、ちょっとあれになっちゃうんですけどね。はい、こちらがジンバランルームですね。ジンバランルームにも一応今、勉強中のセラピストがいるんですね。ちょっとピジェテなんじゃん。はい、オープンする前にみんな、早く、マッサージエステのことを覚えてほしいなので、もう1ヶ月前からはエステの練習をやってるんですよ。はい、そんな感じです大体。はい、皆さん、今度バリ島旅行来たらぜひ、遊びに来てみてください。はい、皆さん、そういう感じでですね、うちのエステ、ドイバリースパですね、来月の12月にオープンする予定なんですね。まあ、今月11月は、まあ、28からなんですけどオープンするのが、今月の27日に、オープンする儀式をやってから、まあ、大体12月の、頭からはもうオープンするんですね。まあ、一応うちのスパはですねジンバランの方にあるんですね。空港からも近い、ヌサドゥアからでも近い、ジンバランエリア、プタからも近いですよ。アクセス的には結構すごい、便利ですね。まあ、うちのスパには空港送迎もついている。まあ、皆さんがですね初めてバリ旅行って、空港にお迎えに行って、そのままエステやって、エステやった後に
ホテルに連れて行くことも可能です。それか、最終日の方にですね、だいたいチェックアウトが12時なので、12時にチェックアウトしてから、でその後にどこ行くか、どこに行くかちょっと、まあ、迷ってる方にはですね、まあ僕らがですねホテルの方に迎えに行って、ここで長いメニューを受けて、まあ、例えば5時間コースで、5時間コース、まあ、4時間から5時間コースは、ご飯がついてるんですよ。まあホテルでチェックアウトしてからこっちにスパを受けて、綺麗になってお腹もいっぱいになって空港に連れて行くことになるんですね。ウェブサイトはですね、皆さん、直接予約すると今 20% オフになります。 20% 割引をございます。まあ、気になっている方はぜひ下の概要欄にチェックしてみてください。まあ、バリ島旅行はエステモクから最高です。それではドイちゃんでした。